私にとって大切な人、それは家族。私を支えてくれた妻に今感謝の気持ちを込めて送りたいと藤田さん。融資保証付きで初めてダイヤモンドの財産価値を約束した大沢商会のブルーリバージュエリーファイナンスダイヤモンド。信頼こそ素晴らしい財産ですね。ブルーリバージュエリーファイナンスダイヤモンド。プロ野球公式戦はいよいよ今月9日に130試合という長い戦いの幕を開けます。巨人軍は昨年中日に奪われたペナントの奪回に燃え、暖かい日差しが注ぐ中、本拠地後楽園球場で最後の調整に励んでいます。本番を前に藤田監督に聞いてみました。監督、いよいよあともう3日とこういうことになりましたね。はい、もうね、まあ我々から言えば、まあ用意万端整えてあとは待つだけという心境ですけどもね。そうですね、今日あたりはもう最終チェックの段階に入りまして、拝見してるとやっぱりこう守備の練習を相当こうやってるという感じもしますけどね。はい、やっぱりしばらくご無沙汰ですから、中継プレーだとかそれからクッションだとかね、こういうお互いの呼吸を合わせる練習を、まあ、一応しとかなきゃいけないと。ところで開幕ピッチャーというのはもう当然決まってるでしょうし、まあ大体大方の見るところ間違いないですかね。まあ予定は未定にしてしばしば変更しますから、まあ大体ね、順調に来た人が行けばいいんじゃないかと思いますけどね。はい、どうですか、打つ方、それから守る方、そしてまあピッチングスタッフと、この辺巨人が一番自信を持って、長所として送り出す部分というのはどういうことになりますか。まあやはりピッチャーを中心にした守りっていうのはね、実績もありますし計算できると思うんです。まあ、今年打つ方はかなりね、スミスが入ったりなんかしましてね、打線に厚みが出てきましたし、控えもすごく厚くなりましたし、そういう意味では去年よりも打線も誇っていいんじゃないかなと。あ、はい、ね、江川の方は大丈夫ですか。江川も順調に来てますんでね。あ、そうですか。あともう自分で自分自身に自信を持つことじゃないかと思いますけどね。それとやっぱり思い切りを出してやってみると、もう後がないというぐらいのつもりでやればもう出来上がりじゃないかと思いますけどね。なるほどね。巨人とすればやっぱり4月をいい成績でまずスタートしたいですね。そうですね、スタートが非常に大事だと思いますね。藤田監督の顔には江川副長の明るいニュースで3日後に迫った開幕への自信が感じられました。ストレート、カーブ、カーブ、はい、フォークボール、フォークボール、決め球、これです。ストレート、明治チョコレートアーモンド。昨日ヤクルトを破りセリーグペナントレースの優勝を決めた巨人、日本シリーズに向けて藤田監督に聞いてみました。監督、まあ、一夜明けた今日の気分いかがでしょうか。はい、まあ今日1日ぐらいはなんかこうゆったりとのんびりとできそうですね。はい、もうまた明日からはもうそうはいかんと思いますけどね。一番いい日ですね。優勝できたここがこの試合だというところはあったんじゃないかと思いますが、やはりね、最後の方に一番大きなのが神宮でのヤクルト戦で原が逆転スリーラン打った試合、これでね、ロッカーに帰りましてスタッフ連中とよし、これで優勝決まったということが言えましたから、まああれで確信を持ったんですね。おととしの優勝とはまた別の意味でどんな感じがしますか。今年は一歩一歩やはり噛み締めながらペナントレースを戦えたという意味ではもう全然違いますね。優勝へあとアウト1つ。3球目、カーブ決まった。ジャイアンツ優勝、ジャイアンツラインが出ました。通算32回目の優勝、アーモンド付近、藤田監督が捕まりました。宙に舞います。これで、まあ、日本シリーズに向けていろんなことを考えながら試合をおそらく展開していくんじゃないかと思います。そうですね、やはりもう西武は非常に打撃のいいチームですから、投手陣がしっかり抑えていかないと戦いは相当苦しくなると思いますね。攻撃の方ではスミス選手は昨日のとにかく3本のホームランを見ても絶好調、
このまま本当は日本シリーズやりたいという気持ちじゃないですか。そうですね、まあ、スミスの場合はね、もう経験も豊富ですし、まあ、もう特別なことをしなくてもそのままシリーズに行けば好不調はあんまりない選手ですからね。いずれにしてもあの日本シリーズに向けて短期間ですが、どういった形で調整していこうと思っていらっしゃいますか。まあ、いかにシリーズに向けて調子を上げていくかということだと思うんですね。絶好調にしてシリーズに当たりたいと思いますね。一つ日本シリーズ頑張ってください。はい、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。プロ野球の結果です。阪急の福本は14年連続の50盗塁、日本ハムの江夏は32セーブ目をマーク、ともに自己の持つプロ野球記録を更新しました。おいしさホームラン、明治プリン。